ごきげんよう、中1英語です。前回あたりからね、who で、誰っていう意味の who の疑問文、これ紹介してきました。ですから今日はそれの引き続きというね、ことに、プラスちょっとだけ新しいものをまた紹介していこうかなということですね。はい、ですからまあ復習になりますが、はい、例えば、who is he? となんか聞いて、he is Ken なんていうふうに答えてる。はい、この who っていう疑問詞ね。はい、誰という意味の疑問詞でした。ね。はい、で、he っていうのは彼でしたよね。はい、ですから、who is he? ね、なんていうふうに言ってあげて、彼は誰ですか？彼は誰ですか？ね、ある男の人を指して、彼は誰ですか？はい、who is he? なわけね。はい、で、he、彼は誰かと聞かれたから、はい、答えも、はい、彼は誰々ですね。はい、彼誰って聞いた、私は誰々ですって言ったってしょうがないからね。はい、ですので、彼は Ken です。なんていうことで、he is Ken。なんていうふうにね、はい、男だから男、he を使って答えていくという書き方でした。で、もう一個ね、これも前回の復習でありますが、はい、who is that girl? ね、はい、やはり who は誰ということなんですが、今度はね、that girl となってます。ガールって少女、女の子なんだけれども、はい、ここにね、このザットっていう言葉があります。これどう訳していくんでしたっけね。this is a pen とか that is a book のあの this, that は確かに同じなんだけれども、ね、実は品種がちょっと違いましてですね、はい、この場合は、これはとか、あれはじゃなくて、はい、まあ、ザットなんでね、あのなんていう意味で取っていくんでした。名詞の前、ちょっと難しい話になりますね。名詞の前についてこれは形容詞としての this, that なんですよ。まあ、that なんですよね。はい、ですから、これは、あれは、じゃなくて、この、あのという意味で取っていきたい。今回、that なので、あのという意味でいきます。はい、ですから、who is that girl? ね、あの女の子は誰ですかということなんね。はい、で、はい、女の子だから女なのよ。はい、ですから、she is 何々というふうにね、答えていきたい。ね。はい、she is my English teacher。先生なんだね。女の子なんだね。ということですね。はい、ということで、she is my English teacher。別に、my friend とかだってね、なんだっていいんだけど、まあ、ちょっと英語の先生にしてみたけれども、どうなんでしょう。girl が、まあ、でも女、ね、英語の先生。まあ、別にそれは別に構いませんな。あ、別にね。はい、ということで、who is that girl? ね。あの女の子は誰ですか？はい、she is my English teacher。ね。彼女は私の英語の先生です。なんていうことでした。はい、who で聞いて、he, she で答える。ね、なんていうのを前回ね、やってきたところでした。はい、そして今日もまた同じなんだけれども、who, 誰という who を使って、はい、he でもなく、she でもなく、that, that でもなく、はい、who are you? なんていう言い方。うん。まあ別になんてことはねえね。はい、言うなっただけですから。ね。はい、あなたは誰ですかとね、いうふうに答えていく。ね、聞いていくんだね。あなたは誰ですか。はい、だから答えとしては、例えば、あなたはって聞かれてるんです。今度は自分は私はと答えていきますか。はい、I am Tom なんていうことで、私は Tom です。っていうことなんですよね。はい、ですので、who と who are you? ね、なんていうことで、あんた誰ね、なんていうね。I am Tom。私は Tom だぜ。ね、いうことでした。それから今回はね、who じゃないんだけど、一つ。What っていうのにまた戻りました。何っていう意味がありましたよね。これ何 ?What is this?、ね、あれ何 ?What is that? なんていうのがあったけど、What is he?What is he?He って彼ですよね。だから、彼は何彼は何彼は何ね、いうね。何っていうことになる。どんな意味ですかね。彼は何何聞いてんのっていう話になるね。そしたらね、答えが出てくるとなんかちょっとわかりやすくなる。He is an English teacher.彼は英語の先生です。彼は英語の先生ですと答えた。What is he? と聞かれて、彼は英語の先生ですって答えた。はい、ということでそうなんです。人に対して What? と聞くとですね、まあ、物だったらこれは何？これ何？あれ何？っていうことになるんでしょうけど、人に対して What? と聞くと、職業を尋ねることができるんですね。はい、職業を尋ねることができる。はい、ですので、はい、まあ、彼の職業、まあ、彼は何ですかっていう意味ね、つけちゃってもいいんだろうけど、まあ、彼の職業は何ですかなんていうことでちょっとプラスして、職業はなんていう言葉を入れてあげるとよりね、綺麗になってきますよね。はい、ですから、彼の職業は何ですか？はい、彼は、He is an English teacher、英語の先生ですね、なんていうことだよ、ということでございましたですね。はい、という調子で、まあ、前回のね、こいつにプラスしまして、ね、今日は、Who are you? とか、または、What? なんていうのをね、紹介したよ、ということでございました。であとはもう日本語和訳取ったりね、並べ替えしたりということで、練習ね、していったということでございましたです。ということでした。はい。ですので、次回はまたちょっと
はね、なんか新しい、まあ、疑問詞入ってきたので、何か疑問詞をさらに紹介してみようかなとも思ってるところではございますが、いかがなもんでしょうね。はい、ということで本日こんなところでございます。まあ、一応前回の続きみたいなもののお話でございました。ではまた。